磯野明夫は日本の元子役、俳優。本名同じ。戦前は三井秀夫、安倍昌三郎らと与田物トリオの一人として活躍し、戦後はテレビドラマを中心に脇役として活躍した。1910年10月20日、神奈川県横浜市鶴見区に生まれる。実家は新聞販売業を営んでいたが、後に東京府東京市浅草区へ移り、 私立のビリビジン城高等小学校を卒業。1917年、7歳の時に花柳翔太郎の門下となり、子役として本郷座で初舞台し、松竹公明会社経営の各劇場に出演した。1921年、たまたま松竹キネマ研究所の牛原、宇つ彦監督映画、山倉シルルで初出演したことから、以後、 心パ劇と交互に出演。しかし1925年9月、松竹蒲田撮影所の専属俳優となり、以後、多数の作品に出演。中でも、三井秀夫、安倍正三郎との、与田物取りをが評判となり、1931年の野村、広政監督映画、霊場と、与田物一家シリーズとなる。また、1932年の島津康二郎 監督映画、嵐の中の処女の公演が多数の批評家の賞賛を得た。1943年、同説映画賞を退社。劇団笑いの王国に入団して、再び舞台に立ち1944年に、王将されるが、1946年に復員。戦後も、小竹を中心に、脇役として出演するが、1960年代後半から、 テレビドラマのみ出演するようになり、1980年代前半まで活躍した。1986年1月21日死去した。満75歳を打つ。ありがとうございます。